ツッコみたい爆笑シーンベスト3。まずはパン君、稲刈りに挑戦と、ここでパン君が見つけたのは、田んぼに迷い込んでいたザリガニ。助けてあげようと近づくパン君ですが、ザリガニには鋭いハサミが。しかしうまくハサミを避けて持ち上げると、パン君が向かった先は川。川べりに続く階段を降りようとしたその時、痛い思いをしたパン君ですが、ちゃんとザリガニを川へ返してあげました。えらい。続いては、刈り取った稲でご飯を炊いて食べようと脱穀に挑戦するパン君。千箱木という道具で稲穂からもみを取り除きます。でもいっぱいご飯を食べたいパン君、欲張って一度でたくさんの稲穂を脱穀しようとしますが、やっぱり稲穂が多すぎるみたい。お、その時、パン君、食いしん坊もほどほどに。そして海で漁師さん指導のもと、観光地引き網にも挑戦。パン君、観光客に混じってちゃんと網を引いているようです。さて収穫は、お、大漁です。毒を持つ魚などは漁師さんが分別。取れたての魚に興味津々のパン君。すると、パン君が特に興味を持ったのが、生まれて初めて見るタコ。うかつに手を出したその時、そしてパン君はこうしてまた一つお利口になりました。